今週は来月11月3日に迫ったアメリカ大統領選挙に関する情報と最新のアトランタ不動産市況についてお知らせいたします。アメリカ大統領選挙では選挙人団制度が採用されております。これは一部の例外を除き、州ごとの勝利候補がその州の選挙人票数を総取りし、合計で過半数に達した候補を当選とする方式です。そのため一般投票での得票率1位の候補が当選するとは限りません。前回の大統領選では民主党候補ヒラリー・クリントン氏が一般投票ではトランプ氏よりも多くの票を獲得しましたが、選挙人票数でトランプ氏が過半数を獲得したためトランプ氏が当選となりました。10月10日時点、全米での世論調査ではバイデン氏が 51.6%、 トランプ氏が 42% とバイデン氏が 9.6 ポイントリードし優勢とみられています。しかし選挙人団制度において勝敗の鍵を握るのは両陣営の支持率が拮抗する激戦州の動向です。激戦州に絞った世論調査ではバイデン氏のリードは平均 4.5 ポイントと全米平均の 9.6 ポイントより小さくなっています。また前回の大統領選挙での同時点でのクリントン氏は 5.3 ポイントのリードであったため、今回の方が差が小さく接戦となっております。世界が注目するアメリカ大統領選の行方はまだまだ流動的であると言えるでしょう。さて次にアトランタにおける最新の不動産市況についてお知らせします。ジョージア州に位置するアトランタは他の都市と比較して生活コストが低く、さまざまな産業がバランスよく発展しているため、アメリカ国内で最も人気のある住宅及び労働市場です。アトランタ都市圏の人口は2013年には550万人を超え、現在も増加を続けております。アトランタ地域委員会が実施した調査によると、2040年までにアトランタの人口は800万人を超えると予測されています。不動産検索サイトリアルター .com のレポートによりますと、2020年9月のアトランタ都市圏の価格中央値は35万5000ドル、前年同月比で 10.3% の上昇と好調に推移しております。一方で物件の新規登録数は前年同月比でマイナス 25.7%、販売中の物件数は前年同月比マイナス 45.5% と在庫不足が顕著になっております。また別の不動産検索サイトジローは、アトランタ都市圏の住宅価格は今後12ヶ月で 4.7% 上昇すると予想しています。ジョージア州アトランタの不動産市況においては今後も不動産投資の地域として注目を集めていくのではないでしょうか。以上、タリキューがお伝えしました。